はぴよ、どうもひなぴよです。本日はですね、ちょっとした雑談というか報告動画みたいなのを撮っていけたらなと思っているんですが、まあ、タイトルにもある通りですね、動画のデータがね消えてしまったっていう話をしようと思っております。まあ、作業 BGM にでもしていただけたらなと思いますよ。こちらのね動画の画面はあまり変わらないの で、何があったかと言いますと、事の発端は7月17日の午前0時まで遡るんですが、事の発端はですね、7月17日の午前0時から午前1時頃ですね、私が幻想乙女のおかしな隠れ家というシリーズを実況していたんですが、その実況が完結しまして、無事に、まあ、まだ見てない方はぜひ見てくださいという宣伝をしつつ、その動画がね完結して、で私は完結した実況シリーズたち、その今まで撮ってた実況シリーズたちは、外付けハードディスクの方に移して、まあパソコンの中からは消して容量を増やして新しい動画を作っていこうみたいなスタンスを取っているんですね。なので、まあその日その午前0時頃によし完結したしと思って、幻想乙女のおかしな隠れ家フォルダーをこのように削除しました。削除して、でついでにじゃあゴミ箱の中身も整理しようかなと思って、その消しちゃまずいフォルダーとかそのデータとか間違って入ってないかなって自分でちゃんと確認をして、じゃあ消しても大丈夫だなと思って全部消してゴミ箱も空にし、じゃあ明日からまた心機一転新しい実況を撮ったり、まあまだ編集してない動画を編集してあげたりしようかなって思って、その日は眠りにつきました。そこまでは平和な日常でした。そして次の日、パソコンを起動し、よし、じゃあまずは朝はまだ声が出ないからちょっと編集しつつ発声練習でもして実況撮ろうかなって思って、だいたい私はその撮った動画、まだ声とその動画の音がつながっていない動画データの方をキャプチャっていうフォルダの中に全部入れてるんですね。で編集するときに私の声と動画をくっつけて、で必要ないところはカットして音合わせてとか、そういう作業をまあだいたい編集の時にやるんですけど、さあ編集するかとキャプチャフォルダをねクリックしました。クリックしたんですよ。そしたらですね、空だったんですよ。何を言ってるかわからねえと思うが、空だったんですよ。はぁって思って、いや待って待って待って、キャプチャーフォルダー私触ったっけって思って、前日ね、その幻想乙女のおかしな隠れ家フォルダーは削除したよって、でゴミ箱の中も整理したけど、キャプチャーフォルダーってほとんど触ってねえよなって思って、触ったといえば編集が終わった時に幻想乙女のおかしな隠れ家のまだ私の声が入っていない動画データ、そのキャプチャフォルダの中に入ってるその動画データを編集が終わった段階で削除した時にしか触ってないんですよ、キャプチャフォルダ。でその前日幻想乙女のおかしな隠れ家のフォルダを削除する際に、こちらのね中身もちゃんと入ってるかどうかみたいなのを毎回適当にバーって見るんですけど、キャプチャフォルダの中身ちゃんとしっかり入ってたんですよね。だから消えてないことは確認したんですよね、前日に。だから消えてるはずがないんですけど、なぜか空になってて、え、これまずいなみたいな。まあ私が一人で撮った動画とかならねまだ全然いいんですけど、友達と撮った実況のデータ、まだ編集終わってないデータとかも全部このキャプチャっていうフォルダの中に入ってたんで、待って、これもしかしてその友達と撮ったあの動画もこの動画もその動画も全部消えたって思って、まあ、ダメ元でゴミ箱とかも確認したけどやっぱ入ってないしって、そりゃそうだ昨日全部消したもんなみたいな。どこ探してもやっぱり見つからないので、え、これはなんとかデータを取り戻したいなと思って、復元する方法をいろいろと検索して、
まあファイルの履歴とかをチェックして以前のバージョンに戻すとかそういうのもあったんですけど、私の場合はそれが有効になっていなくて、そのバックアップゼロだったので仕方なしに、まあ最終手段ですみたいに書いてあったけど、そのシステムの復元というのを試すことにしました。でシステムの復元って Windows 10だとめちゃめちゃ長いんですね。で4時間とか5時間とか待って、システムの復元が完了するもデータは戻っておらず、もう一回そのローカルディスクのデータが戻るようにシステム復元なんとかできないかなと思って、そのローカルディスクのみのシステム復元みたいなのを試したんですが、それも戻らずで、仕方ないからまあ切り札というところで復元ソフトというのをダウンロードしてみようと思いまして、でも大体の復元ソフトってやっぱり有料なんですよ。で有料って言ってもその安かったらねもちろん買ってたんですけど、1ヶ月8900円とかかかるので、いやーちょっと厳しいなと思って、その無料の2ギガまで復元可能ですよっていうやつを入れることにしたんですよ。いろいろそのスマホで調べてね、よしパソコンでじゃあインストールしてそれをダメ元で試してみようと、それがダメだったらちゃんと友達にも謝って諦めようって思って復元ソフトを入れようとしたんですが、そこでまた新たな問題が発生しまして、クロームがいくらクリックしても全然反応しねえという事件が発生しまして、いやちょっと今はね見てもらいたいわ、ちょっと待ってね。見ていただいたものでわかると思うんですが、こう反応しないというか、なんだろう、クリックしてそのくるくるくるってカーソルの部分はなるんですけど、ブラウザが開くことが一生ないっていう事件が起こりまして、でですね、普段私 Chrome の方をよく使うんですが、もともと入ってる Microsoft Edge の方なら使えるかもと思って Microsoft Edge の方もクリックしたんですけど、 Microsoft Edge の方も反応しなかったんですね。いやーこれ一人じゃ何ともできない、なんだこのバグはと思って友人に協力要請をし、夜中3時くらいまで粘った結果、なんとか Microsoft Edge の方は開くことができました。なのでそのマイクロソフトエッジの方で復元ソフトをまあダウンロードして、でパソコン内容をスキャン、3時間くらいかかるともうこの時点で2日以上経過してますからね。で朝寝て起きてスキャン完了してるって、どのデータだろうと思ったんですけど、だいたいねそのファイル176とかファイル765とかそういう名称になってて、これどれがどれみたいな、プレビュー仕様にもなんかプレビューできませんとか言われるし、あーこれ一か八か これっぽいギガ数だなっていう動画を復元してみるしかないなっていう、しかも2ギガまでみたいな感じの縛りプレイで、一か八かこれで復元しようっていうのをこうなんとか一つにね絞って、そのリカバリーというボタンがあるんですが、リカバリーというボタンを押したんですよ。そしたらここから先は有料だよみたいな、こっちのプロ版をインストールする必要があるよ、8900円だよみたいな感じで書かれていて、2ギガまで復元可能って書いてあったやんけってブチ切れて、このお話は終わりです救いはありませんでした。いや本当になんで突然そのキャプチャーのフォルダの中身が消えたのかが分からなくて、何も触ってないし、もうむしろ本当にその
フォルダの整理するまで、そのフォルダの整理が終わった後もちゃんとデータが残ってるのは確認していたので、なんで次の日になってデータが消えたのかがマジでわからない。なんかわかる人がいたらマジで今でも教えてほしいです。まあ戻らないとしても謎を解明したいなっていう感じですね。いやー大変だった。大変な3日間4日間くらいでしたね。もう友達もこう一生懸命手伝ってくれたのに結局復元できなくて申し訳ないなっていう気持ちと、また懲りずに動画撮ってほしいなっていう気持ちでいっぱいです。うはい、まあ今日はこんな感じの悲しいお話をねさせてもらいました。一緒に撮ってくれた友人諸君、本当に申し訳ございませんでした。マジで新しいパソコン欲しいわ。もうこういうことが起きないように細心の注意を払っていきたいと思っておりますので、またぜひ一緒に皆さん動画撮ってほしいです。指針です。いつかね、なんか配信とかで視聴者参加型のゲームとかできたら楽しいなとも思っているので、その時はぜひ参加してほしいです。またねこういうご時世ですし一人実況が続くと思いますが、少しでも楽しんでいただければ幸いです。では元気にまた次の動画でお会いしましょう。おつぴよでーす。